はい、こんにちは、こんばんは、タカです。まずはお礼からさせてください。昨日ね、サブチャンネルの解説と、その経緯についてお話をさせてもらいました。こちらの勝手な都合だったんですけどもね、サブチャンネルの方にもたくさん登録をしていただいて、本当にありがとうございます。あとはすごくたくさんコメントもいただいてね、本当にありがとうございます。僕の方は変わらずね、いつも通りやっていきたいと思います。このチャンネルと、もう一つのチャンネル、ともどもよろしくお願いします。というわけで、早速チャートの方を見ていきたいんですけども、相場の方がかなり動いています。ドルの方が動き出しましたね。早速ドルインデックスから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。直近のトレンド、主に10月に入ってからなんですかね、こういった下落のトレンドを見ることができます。今週はこの高値からのスタートだったんですけども、この戻り高値を抜けるかどうか、ここを一つのポイントに置いていました。目の前には壁がありましたんでね、この壁を越えてくればトレンドも出てくるかなと、警戒はしていたわけですけども、今週に入ってからこのドルの売りがすごく強い。結果的にはこの押し安値を割ってしまったことで、このピンクのトレンドの継続といった流れが出ています。昨日の値動きによって一つの結果が出ましたので、まずはこのピンクのトレンドを見ていくことにはなると思います。ただし状況はそう単純ではなくて、一回り大きな波を見ていくと、ここには押し安値が見えてくるんですよね。日足を基準に見ていくと、この押し安値も割っているんですけども、このあたりちょっと過去がもう見えませんので、一回り大きな波を見ていきたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。この赤枠は8月の高安ですね。そして9月に入ってから細かい流れを見ていくと、こういった上昇トレンドを見ることができます。この押し安値を昨日割り込んでるんですよね。なのですごく大事な動きということにはなるんですけども、ただし9月に入ってからのこの上昇トレンド、確かに見ることはできるんですけども、こういった週足レベルで見ていくと、今のこの値動きというのは底値圏でのレンジ相場と見ることもできると思うんですよね。週足レベルの大きな波の下落を今は止めている形になります。この大きな波のサイズで見ていけば、今はまだレンジの中での値動き、この下には8月9月の安値があります。この安値を割ってきてしまうと、昨日のこの青い波の押し安値を割れるのとは全然状況が違う、すごく大きな波の発生が出てきます。この3月から続くドル売りの流れの決着がつくわけですよね。結果というのがこの安値を割ることによって出てきますので、重要度としてはこの青いトレンドの押し安値を割れるような昨日の値動きとは全然比べようもないぐらい大事なサポートを割れるということになります。そういった重要なサポートがもう目の前にあるんですよね。ただこれはね、週足を基準に見ていますので、週足の終わり値がブレイクしてこないといけない、一回り大きな波のサイズなんでね、かなりゆったりとは見ていかないといけないんですけども、現在地というのはこの重要な高い壁、すごく高い壁ですよね。この壁の手前まで来たということで、大事な局面を迎えたということになりますね。しかも短期的にはこういった下落のトレンドが継続しているわけですから、当然このトレンドの継続が続けば、この安値を割ることもあるかもわかりません。週足が閉じるまであと2日間、この2日間でまずはこのサポートどのように試すのか、しっかり見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。まずはこのドルの売りの流れですよね。この流れは注目だと思います。今日もこのドル売りの流れが継続するのかどうか、昨日サポート終わってますんでね、もう少し先には大きなサポートがありますけども、まずはそのサポートに向けたドル売りの流れ、この流れを見ていきたいと思います。あと見ていくのはこのポンドですかね。すごく大きな買いが入っています。チャートを見ていくと日足の高値も超えてきてますんでね、この流れがもしかしたらトレンドにつながってくるかもわかりませんね。今日の値動きを見ていきたいと思いますけども、ただポンドに関してはやっぱり短期トレード、どうしてもね、投機資金というんですか、そういった資金が大きく入っていると思います。テクニカルだけでは説明がつかないような値動きというのもあると思います。少しマネーゲーム化しているような側面もあると思いますんでね、トレードする際には注意だと思います。あと対処が難しいのがこの円の動き。このドルにね、釣られるように円も売られていればね、これはクロス円もしっかり見ていくことができるんですけども、この円にはほとんど動きがないんですよね。なので現状、クロス円を見てしまうとトレンドというのは少し見づらくなってしまいます。なので現在はこのドルストレート、ドルに対しての値動きですね、このあたりを抑えていった方がチャートというのは見やすいんではないかなと思います。円を絡めてしまうと、どうしても比べてしまうとね、全然値動きが違いますので、この円の流れというのが見えてくるまでは、個人的にはね、クロス円というのは少し控えていこうかなと思っています。中心に見ていくのはドルの動き。
例えばユーロを見るとね、ドルよりは強いんですけども、円よりは弱い。例えばユーロドルを見た場合はすごい上昇なんですけども、ユーロ円を見た場合は下落になっているんですよね。こういった全然違う値動きをする2つを並べて見てしまうとね、混乱もしてしまうと思います。なのでまあ基本的にはこのドルに対してどうなのかというところを押さえていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。僕がずっと注目をしていたのがこの105円の2030あたりにあった下のサポート、このサポートの上で相場が推移している間は強いかなとも思っていたんですけども、昨日の値動きはもう完全に割り込んでいます。この大きな枠のレンジの中にある小さなレンジ、このレンジからの下抜けの流れを見た人もいたと思いますし、この枠の中にできている三尊のような形からのネック割れ、そういった流れを見た人もいたとは思います。どういったところを見るというのはね、まあ、人によって違うと思いますけども、ただ共通しているのはこの下のサポートですかね。このサポートに対してどうなっていくかというのを見ていたのはね、多くの人にとっては共通の形かなと思うんですよね。そして昨日の日足はここをブレイクしたことによって、その結果がまずは出ています。結果が出た以上はね、まずはこの高値からの下落のトレンドを見ていくことにはなると思います。調整の局面というのはもちろんどこかであると思いますけどもね、こういった局面はまずは売りを狙っていく、こういった形にはなるのかなと。そしてだいぶねこの日足で見ていくと状況というのがつかみづらくなってしまっています。それだけこの天井圏というのが大きいので、一回り大きなサイズを見ていきたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。先ほど見た天井圏がここですよね。こう見るとこの天井圏、週足で見ると波の頂点が見えるんですよね。波の頂点を過去を見ていくと、ここにも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 あります。人によってはこういった切り下げラインを引いている人もいると思いますけども、個人的に大事だと思うのはこの戻り高値を抜けていない下落のトレンドが継続しているという、この事実だと思うんですよね。そして今この下の方に値が動いているということは、このサポートを割ってくるこの可能性は十分あるんじゃないかなと。ピンクのトレンドの継続といった形、今週のこの週足の終値がすごく大事になってきますよね。このサポートの上で引けるのか下で引けるのか。今の現在地、この104円のミドルというのはこの週足のサポートの真上になります。日足がこの辺りで止まっているというのも、それなりに意味のある動きにはなっているのかなと。この値動きの結果というのをまずは見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。105.20 あたりのサポートを割り込んでからの下落がすごく強いですよね。こういった105円、切り板のサポートなんかも簡単にブレイクしています。最近ずっと動画でも話はしていましたけども、ドル円に関しては最初の第1波目、この最初の値動きというのはもう取れないだろうなと、そのようには思っていました。実際僕は昨日ドル円に関してはトレードはしていませんので、すごく大きな値動きでね、まあ美味しい値動きということにもなっていたとは思いますけども、この値動き自体は僕はもう割り切っています。ただこの値動きの後ですね、一つの決着がついていますので、今度はこのトレンドは見ていきたいなと思います。ただ下にはサポート、これ週足のサポートですね。週足の壁ということでとても大きな壁になります。こういった4時間足の波程度ではなかなか1本では抜けないとは思いますけども、ただだからといって反発していくかどうかというのはわからないですよね。抜くための足場というものを作っていくかもわかりません。これ週足基準で抜けていくかどうかを判断するのはすごく大事になってきますので、まずは今日そして明日ですよね。値動き、特にこの下のサポート、104円のミドルあたりのサポートというのは意識をしながらチャートの方を見ていくことになると思います。今のところは下の強いサポートは意識しますけども、それでも見ていく流れはこの下落の流れ、さすがに突っ込んだところのショートなんかはね、まあ、警戒はしたいところだと思いますけども、戻ればまずは売りの流れというのを見ていきたいなと思います。そして逆にベア派、買い方にとってはここはもう本当の最終防衛ラインということにもなってくると思います。この104円を割り込むような形になってくると、これは今年の7月、8月、9月、そして今月の10月ですね、通して安値をつけることにもなります。直近の安値更新という形が見えてきてしまいますので、ブル派にとっては一つの敗北の流れということにもなってしまうと思います。こういった流れの決着を見るためにも、まずは週足の終値ですね、104円をキープできるのかどうか、そのあたりはしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ドルの方が大きく動いてるんですけどもね、株の方は全然動いてないですね。引き続きこの28,000ドルをキープできるのかどうか、ここでサポートされている間というのはね、まあ言ってもまだ強いチャートだと思うんですよね。直近は下を何度も試していますし、まあ、高値を切り下げるような動きにもなっています。なのでまあいつ割れてもおかしくないような値動きにはなっているんですけどもね、ただ割れるかどうかというのは結果を見てみないとわかりません。
仮に割れてしまうと、これは一つの天井圏が出来上がってしまうわけですけども、この高値というのが、はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。前回の高値を超えることができてないんですよね。高値の切り下げ、もしくはこれね、面合わせと見てもいいかもわからないですけども、とりあえずこの売りが出やすいところでしっかり売りが出てしまっている、そういった結果が出てしまうんですよね。そうなると週足レベルではまずはこの押し安値に向けた下落、こういった流れは十分出てくると思います。今はサポートされている28,000ドル、こういった週足の流れを見ていくと大したサポートでもないですよね。だいぶ売りのバイアスがかかっているようには思いますけども、ただまだ崩れているわけではないですからね。ちゃんと決着だけは見てから、判断はしていきたいと思います。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均もほとんど動きないんですけどもね、ただ高値圏でのレンジ相場と考えれば、チャートは強いですよね。直前には上昇トレンドもありますし、このトレンドまだ崩れてないですからね、トレンドの継続を見ていくんであれば、どこかのタイミングでブレイクという流れは出てくるとも思います。そしてこれブレイクしてくれば、これはもう何度も触れていますけど、24,000円を少し超えたところ、今年や去年、一昨年もそうですね、最高値というのが待ち構えています。トレンドにつながってくるのかどうかというのは分かりませんけどもね、まずはそういった高値に面合わせ、タッチするような流れというのは出てくるかもわからない。そういった目標がはっきり見えているチャートというのは強いと思います。今のところ日経平均が大きく崩れるというのはね、少し考えにくいかなと思いますね。こういった下のサポートも見えていますので、基本的にはどこでロングを狙っていくか、そういった流れを見ていくチャートだと思います。大きくざっくり見たとしても、この23,000円を割るような形、売りを見ていくにはまずはそういった流れが見えてからかなと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に日足を重ねています。金に少し値動きが出てきたかもわからないですね。ここ最近の直近のレンジからは抜けてきています。ただ波で見ていけばまだ高値は抜けていませんし、こういった上昇トレンドも見えてはいるんですけども、この流れ自体ね、すごく小さな流れなんで、金ってね、一回り大きな波を見ていくとすごくわかると思うんですけども、調整の局面なんですよね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。すごく大きな上昇のトレンドの後の今は調整の局面ということで、多少動きが出たとしてもね、こういった青いトレンドが崩れてこないとなかなか上昇の形というのは見えてこない。そういった意味では日足では値動きあるように見えましたけどもね、ただこの値動きも今のところはまだ大した値動きでもないんですよね。今のこの高値というのは前回の持ち合いの加減にもなりますし、仮にこの加減をね、再度回復してきたとしても戻り高値というのが待ち構えてますんでね、どのタイミングで売りというのが出てきてもおかしくはない状況でもあると思います。だいぶこの調整も長引いてきましたんで、この上昇トレンドの押し目買いという流れも見ていけると思います。このあたりの値動き確かに面白そうではあるんですけども、上値の抵抗というのはもう断続的に出てきますんでね、買いを狙っていくんであればチャンスというのはいくらでもあると思います。せめてまずは直近のこの高安、こういったところぐらいは抜けてこないとね、なかなか上昇というのを見ていくことは難しいと思いますんで、あまり細かい値動きに振り回されないように、大きな流れを抑えてはいきたいですね。はい、ということで、やっぱり注目はドル円ですよね。サポートを割れたことで下落の流れが出ています。ちょうど今はこのあたり、104円のミドルというのは週足のサポートがあるところにもなります。週足は残り2日間で閉じますので、この2日間でこの攻防というのが出てくるかもわからないですね。ただ現状短期の流れを見ていけばトレンドが出ていますんでね、ここで止まるかどうかもまだわかりません。下にサポートがあるのはわかっていますけども、それでも見ていく流れというのはまずは売りの流れ、突っ込んだところの売りというのは慎重にしていかないといけないとは思いますけどもね、戻ったところのショート、上値の重さを確認したショートというのはね、狙っていきたいなとは思います。今回は以上になります。ドル円だけではなくてね、他の通貨もすごく大きな値動きになっています。特にドルストレート、注目をしたいところだと思います。他の通貨に関してはね、別の動画にもなっていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。あとは繰り返しになりますけども、サブチャンネルの方もよろしくお願いします。それでは今日も頑張っていきましょう。